どうも、リッキーです。今日はザラ×スタジオニコルソン購入品レビューです。プレビューはね、行っていて、あらかじめね、もし見ていらっしゃらない方がいらっしゃったらそちらを見て、まあこんな商品があるんだとか、こういう商品いいなぁなんて言ってたけど、実際何買ったんだろうみたいな感じで見ていただけると楽しめると思います。で、今回は、店舗に実際に行きまして、発売日当日、オープン5分前に着きまして、並んでるのはね、もう 3,4 人で、そのうちの一人の方はね、リッキーさんですかみたいに声かけていただいて、それこそプレビューを見て、あれ参考にしましたなんておっしゃっていただいたのでね、どうもリッキーさん、略して DRS ファミリーでね、お店を貸し切ってゆっくり全商品揃ってる中で吟味して買い物できました。じゃあ早速1品目行ってみましょう。ちょっと全然関係ないですけど、この僕普段デザイナーをやってまして、この紙袋ありますよね、これザラ白でプリントされてますけど、この白なかなか出せません。こんなにしっかり白を出すのはなかなか実は難しいです。じゃあ早速ちょっと紹介します。はい、1品目ブラックデニムです。あのワイドの方ね、まあストレートの方も見たんですけどね、やっぱ物足りない、スタジオニコルソンどうせ買うならこちらのワイドデニムっていうことでね、もうほんとスタジオニコルソンのシグネチャーと言ってもいいようなバルーン型のワイドデニムです。実はですね、今僕が履いてるのが昨年購入した、このコラボレーションのデニムです。めちゃくちゃ履いてます。なんで今年も出たんであれば色違いブラック買いたいなということでブラックを買いました。もう一個ね、ウォッシュのかかったデニムもあったんですけど、でもね、あのね、履いてみたんですけどちょっとほっこりしちゃうっていうか、カントリーっぽくなっちゃうっていうかね、うん、やっぱりなんかこのスタジオニコルソンのこのクリーンな感じとかミニマルな感じはやっぱブラックだろうということで、今年はブラックを購入しました。で、去年購入したこちらが38というサイズなんですけど、今期は同じ38ということで、結局同じものを年を超えてね2本買ったっていう感じなんですけど、若干ね違いがあります。裾のステッチが違うんですよね。普通は折り返して1本ダーッと縫うだけなんですけど、さらに折り返したその一番下のねギリギリのところを縫って、それによって膨らみが出ないので、かなりきちっとしたね裾の印象になるということで、都会的なデニムになってます。だからそういう細かいところにしっかり目がいくから、こうミニマルだけど特徴的なブランドにスタジオニコルソンがなってるんだなって勉強になる一本でした。じゃあ早速ちょっと履いてみましょうかね。今これがブルーデニムです。はい、どうでしょう。もうね、ほんとストーンと足を全く拾わず裾まで落ちてくれるワイドパンツ、めちゃくちゃ綺麗じゃないですかね。ほんとこれ一本あればね、スタイリングかなり変わります。普段ね、まあワイドデニムを履かない人もこれはね、ほんとチャレンジしてもらいたいなと。で、13,500円、去年ね1万円ちょいぐらいだったんで、ちょっと値段上がったかなと思うんですけど、それでも13,500円でこのパンツチャレンジできるなら安いんじゃないかなと。本当に大満足の一品です。はい、2品目です。ワイドタックパンツブラック。これね、去年も同じの買って、こう去年ベージュだったんですけど、去年もこのワイドデニム買って、去年もワイドパンツ買って、もう本当同じ組み合わせ。ちなみにこれでラスト、もうパンツ2本で終了。去年と同じっていうことはだよ、まあ、来年ももしこのコラボがあるとしたら、俺はこの2本進めるしかない。ワイドのデニムとワイドのタックパンツもこれ2択でいいと思います。まずこれ1本持ってない人はもうマジでこれおすすめできる。まあこのパンツのいいところは生地が厚くて重い、これがコンフォータブルじゃないように感じると思うんですけど、まあそれはあるかもしれないんですけど、履いた時のね、このね重さゆえのドレープがね、とても綺麗で高級感があると。で、これ化学繊維でできてるんですけど、なんか化学繊維独特な張り感とか、光沢感がいい方向に向いてるというか、
なんかほっこりしないというかね、クリーンで本当に履きやすいパンツなんじゃないかなと。そういうやっぱね、素材とマッチングしてるといいですよね。ブラックってちょっと重くてモードになりすぎるかなと思ったんですけど、まあそれを超えるぐらいのね、なんかこの美しさですね、本当これは一重に、うん、満足できる出来だったのでこちら購入しました。トップスはなんか日本人に合わせたわけではないオーバーサイズなので、ユニクロ U でもよく言ってるようなちょっと丈が長かったりとかね、身長170センチしかない僕にとってはね、ちょっと着こなすのが難しいなと。なんででしょう、あのスタジオニコルソンのメインのラインは着ても、あの僕のような小さい人が着てもね、すごくいいなと思えるんですけど、なんでなんでしょうね、ちょっとニットも大きくてこう身長の低い人が着れる感じのオーバーサイズな感じではなくてですね、まあもう残念だったなと、はい、いやー本当ね、プレビューから見てリッキーさん何買ったのかなって期待してくださった方にはね、めちゃくちゃ安パイいったなっていうことだと思うんですけどまあこれがリアルな購入したい一品ということでね、まあそこは嘘つけないんで、まあこういう結果になりました。ちょっと履いてみましょうかね。はい、履きました。どうでしょう、まあ、ちょっと上がオーバーサイズのこともあってそこまでオーバーサイズに見えないかもしれないですけど、結構太い、本当に、まあ、世の中で売ってるワイドパンツの中でもかなり太い方なんじゃないかなと思います。本当綺麗、動いた時のねこの質感がとてもいいですね。まあ本当化学繊維独特な張り感との光沢感がいい方向に本当に落ち着いているような気がします。まあただですね、ワイドパンツって履くとどんな印象になるのってこう比較した方が分かりやすいと思うんで、まあ今度ユニクロ U ブラックデニム、ソルト&ペッパーのブラックデニムちょうど僕持ってるので、そこら辺と比較してね、なんか着回しなんかも見ていただけると、あ、同じトップスでもこんなに違うんだななんていうことが分かるんじゃないかなと思うので、そんな動画も撮りたいと思ってます。ということで今回は去年と同じパンツ2品でした。じゃあまた。で、チャンネル登録なんかもできるみたいなんですけども、力さん的には絶対してもらいたい。動画の高評価絶対してもらいたい。グッドボタン押してもらいたい。絶対してもらいたい。じゃあ絶対ってことで。そうそうそう。じゃあまた。じゃあまた。